栃木は 3-4-2-1、 ゴールキーパー藤田、そして福島平松大谷の3バック、西谷佐藤のボランチ、ウイングに吉田、それから福森、アタッカーに山田、矢野、宮崎が前の試合得点を挙げています。そして山口は前の試合はこのメンバーで 4-3-3 を組みました。ゴールキーパー関、4バック前松本、ヘナン、沼田、神垣のアンカー、前に矢島、川野がいて、そしてアタッカー田中、吉岡、大月というメンバーになっています。山田ワントラップ打ってきた、上です。ちょっと力入りすぎたが、頭を抱えた山田、ただファーストシュートはフリーで打てました。いや、この形ですよね。宮崎選手が真ん中にいることによって、今松本選手と競ったんですけど、その後ろのところで山田選手がフリーになったと。大谷から前、宮崎ターゲット、このセカンドボールがどうかです。おー裏チャンスになるか。吉岡、逆に3人来ている。吉岡自分で行った、利き足でない、右足で打っていったシュートでした。藤田の正面、山田選手がね、うまくコース限定しながら、はい、あの藤田選手の正面に打たせるようなあのディフェンスの対応でしたから、あの素晴らしい落ち着いた対応でしたね、はい、大月は今平松が見ている形、そして吉岡からボールを奪った吉田、山田が縦走ります。そして中、宮崎と矢野がいますが、エリアの中に入ってきた宮崎、ポストプレーから打ってきた、上です。いや、面白い形でしたね。左サイドで吉田選手がいい奪い方してからですけど、まあ、とっさにね、少し判断を変えて西谷選手のミドルシュートということになりましたけど、ただ人数が関わって、あの非常に面白いカウンターでしたね、はい、宮崎の頭を飛び越えました。松本からもう一度攻撃し直し、髪が左を見ている。お、田中つけた、すごいパス通った、打ってくる、まあ、外にこう出すふりをして間に落ちた田中選手に素晴らしいパスつけましたから、はい、ちょっと外見たことによって打ち空いてしまいましたし、まあ、田中選手もね、あのいい判断だったと思いますね。これも長いボールを入れてきて、矢野が裏に出る。矢野トラップして打ってくる、ちょっと弱い。おお、矢野自分で行きました。今根本は松本、そして宮崎はヘナンがマークについている形。宮崎ターゲットになるか、裏、根本出るシュート打てるか、1対1シュート、打っていった、宮崎根本のコンビで決定機を作りました。大谷選手から宮崎選手に入って、うまくね、根本選手がね、松本選手に競り勝って、まあ、1対1になりかけたんですけどね。いや、関選手もうまく寄せて、少しねパスコースが、シュートコースがなかったのか、まあ、関選手最後までね、よく我慢しましたね。もう1回戻って、今度は大月が最前線に入りました。いや、上吉選手いいですね、いいところで受けてます。縦スルーした、池上ファーサイド。裏、大島、これオフサイドないです。大島から飛び込む宮崎。松本選手素晴らしい対応でした ね, で, ねで、松本大丈夫か。いや、ここ、それから宮崎も大丈夫か。ね、タッチからのクロス素晴らしかったですけどね、栃木の男、俺らは勝ちしかいらないという、ちゃんと、おお、抜けた打てるか、キーパー軸、一瞬の裏だったんですが、関選手スーパーセーブですね。ディフェンスの間を一瞬でついたんですが、いや、関選手がこう素晴らしいタイミングでね、前を詰めましたよね。空中戦、もう一回根本、宮崎のところ、このセカンドボールは栃木取れそう。福森からサイドに流す、森が追う、
そしてもう1回福森、中4人いる、ファーへ、ゴールキックになりました。いや、前選手、高橋選手集中しましたね。試合終了、0対0です。お互い勝ち点1ずつ。栃木はこれで4試合勝ちなし。山口はアウェーで勝ち点1を取って帰るということになりました。